リーブス軍は、アメリカが州国テキサス州の西部に位置する軍である。西テキサスのトランスペコス地域を構成する旧の軍の一つである。2010年国勢調査で、の人口は13,783人であり、2000年の13,137人から4.9%増加した。軍庁所在地はペコス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名は、 テキサス州議会議員を務め、アメリカ連合国軍の大佐だったジョージ・アール・リーブスに、ちなんで名付けられた。前世時代のクロービス文化での人類は、水が得られる場所に近い岩の隠れ家やホラー穴に、住んでいた。生存した証拠として、人工物や、岩国絵が残っている。1582年から1583年、ジュマの属インディアンが、 アントニオでエスペホの遠征隊を導き、トヤコの近くで、ラフンタで、ロスリオの農業と交易に適した地域へのルートを探した。エスペホの日誌にはペコ、ガワやその支流沿いで、ジュマノ族のことを記している。メスカレロアパッチ族がその作物に水を与えるために、サンソロモンスプリングスをたびたび訪れていた。1849年。 ジョン・ザーモン・リップ・フォードがサン・アントニオとエルパソの間の地域を探検し、その地図入り報告書には、メスカレロ・アパッチ族が農耕を行っていた生産的な土地を記していた。1883年、テキサス州議会がペコス軍の一部を分離して、リーブス軍を設立し、軍名はテキサス州議会議員を務め、アメリカ連合国軍の大佐だった。 ジョージ・ロバート・ソン・リーブスにちなんで名付けられた。1884年に組織化された。ペコスの町が軍庁所在地に指定された。1871年、トヤバレーの農夫、ジョージ・ビーライルとロバート・イーライルが最初のイギリス系開拓者になった。その4年後に広大な土地での牧畜に魅力を感じた白人開拓者が地域に入り始めた。 19世紀の間、軍の経済は農業と牧畜業に依存しており、20世紀に入って製造業や石油産業に移行していった。1881年、テキサスパシフィック鉄道が軍内を通り、ペコスとトヤに駅ができた。1890年までにペコ、菅川鉄道がペコスからニューメキシコ州まで建設された。流れる水を意味する。 トヤベールがこの鉄道の西側終着点となった。市民保全部隊によってトヤベールにバルモアヒ州立公園が建設された。この公園は1934年にテキサス州に渡され、1968年に公開された。120の航空基地の一つとしてペコ、スリク軍航空基地が開設され、女性の軍用機パイロットを訓練することでは草分けになった。 ペコスの施設では、実機試験、管理及び貨物輸送のために、AT-6、UC-78、UC AT-17 といった軍用機が運航された。この基地は1942年には、第二次世界大戦のパイロット学校として活用された。基地は1945年に役目を終えた。その最盛期には、基地の住人千三十四人がおり、 ペコスの街と競うようになっていた。その後基地の一部は売却され、残っている敷地はペコス市民空港となっている。広さ32万エーカーのライスカレラ牧場の本部が、ホートストックトンの南20マイルにあり、ジェラルドライだけが所有し、運営している。この牧場はペコス軍の大半トリーブス軍、ブリュースター軍、アーチャー軍、ベーラー軍の一部にまで広がっている。当初は、 カリフォルニア州に本拠を置く、エルシノア土地、牛害者が所有していたが、この100年を経た牧場は、サンアントニオのジェラルド・ライダーが買収し、ライス・カレラ牧場と改名した。アンガス種の牛と野生生物が豊富にいることで、評判である。ジェラルド・ライダーは2005年に死去した。今日ではその息子のジェラルド・ディ・ライダーとジーン・ライダー、並びに、娘のジョー・ライダグランバーグが所有し運営している。 牧場の入り口近くにはシエラ・マデラクレーターがある。テキサス州の土地評価雑誌であるテキサスマンスリーでライスカレラ牧場はテキサス州最大、事実上アメリカ合衆国の中で最大の牛牧場とされた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2642平方マイルであり、このうち陸地2636平方マイル。 水域は6平方マイルで、水域率は0.23%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。